サッカーの主審は試合に挑む際に警告を示すイエローカード退場を意味するレッドカードを携帯している普段は選手やチーム関係者に対し効果を示すカードだが女性主審がサポーターへレッドカードをプレゼントする珍しいシーンが話題を呼んでいる実際の映像サポーターを退場させたのかと サッカー女性主審が試合後にレッドカードをファンへプレゼントし歓声が湧いた瞬間ブラジル女子のカップ戦カンピオナートパウリスタジフチボーフェメニーノの決勝で試合を担当したダイアン・ムニス主審コリンチャンス対サンパウロの試合は2対0で全者が勝利し優勝を決めたムニス主審は合後にスタンドの観客席の方向へ一人のサポーターを指差しおもむろにレッドカードをポケットから取り出すと 一番届きやすい位置からジャンプして別のサポーターを経由してカードをプレゼントした。その場で盛り上がる観客席、カップ戦公式インスタグラムではその珍しい様子をアップし、SNS 上ではサポーターを退場させているのかと思った、わら、素晴らしい、とてもクール、審判の純粋な謙虚さ、サッカーの審判にはファンもいる、アイドルといった声が寄せられ反響が広がっている。 ムニス審判員は2024年のパリ五輪にも参加。また23年の女子ワールドカップ W 杯ではラウンド16の日本対ノルウェー戦3-1の VAR ビデオアシスタントレフェリーも務めていた。